エルデュー株式会社エルデューエアドゥは北海道札幌市中央区に本社を置く日本の航空会社である1996年11月14日に北海道国際航空株式会社北海道国際航空として設立された2012年10月1日にそれまで愛称通称として用いていたエアードゥエアドゥを社名としているドゥは 北海道の道と英語の、スケドウシズツをかけたもの、以下、本文中では ICA を航空会社コードである、アドと表記する。1998年12月20日より、新千歳空港東京国際空港、羽田空港間で就航を開始した。就航当初は口述の経営不振が続き、2002年6月に東京地方裁判所に、 民事再生法適用を申請し、全日本空輸、ANA の支援を受けることとなり2005年3月には再建を完了した。ANA とは、その後もコードシェア運行を行うなど、提携関係にある。設立当初の社名には、国際という語が入っていたが、エアードゥに正式社名を変更した後の2014年に、チャーター便として初の国際線運行を行ったのが初めてで、 旧社名時代に国際線を運行したことはない。北海道と首都圏との交通は、1960年代までは、鉄道、東北本線、函館本線などと、青函連絡線を乗り継ぐなどして、丸一昼夜以上かけての往来が主流だったが、旅客機の本格的な普及後は、それが第一選択肢となった。新千歳空港と東京国際空港、羽田空港を結ぶ、 航空路線は、1990年代には、年間輸送人員が1000万人に達する世界一の規模を誇る路線となり、新幹線など、他の高速移動手段を持たない、北海道の経済は、航空路に極度に依存する状態になっていた。1970年代以後、日本の航空業界が、日本航空、JAL、全日本空輸、AN、a n a 日本エアシステム、 ジャスの大手3社の河川状態にある中、当時の運輸省、現、国土交通省は1995年12月、標準的な原価を上限として、他社との競争や季節、時間帯、路線の特性等を踏まえて、航空会社が一定幅の中で自主的に運賃を設定できる、幅運賃制度を導入することとし、1996年6月から移行した。 札幌市で養鶏業の北海スターチック株式会社を経営する浜田テルオはこの動きを期待を持って見ていたが実際に移行してみれば各社間の価格差は300円ほどしかなくさらには往復割引制度が廃止されたために実質的には5000円程度の値上げ状態にあった浜田はこれに憤慨し地元紙に投稿したり異業種交流の会合で 道内経済界で結束し、新規航空会社を作って参入し、大手航空会社に主導権を掌握されている状態を打破して、北海道経済の安定化と活性化につなげようと、北海道内のベンチャー企業などの若歌経営者を中心に呼びかけた。行政改革委員会の規制官は小委員会で、航空業界が実質的な参入規制状態にあったことに批判の声があり、 羽田空港の新規発着枠を新規参入事業者に優先的に配分するよう要,要請するなどの追い風吹き、浜田のアイディアは急速に脚光を浴びた。大学教授、医師、弁護士、印刷会社経営者などの若手29名が集まって出資し合い、航空会社設立を目指す調査企画会社として、1996年11月14日、 北海道国際航空株式会社を資本金1430万円で札幌市に設立した。将来的にカラフトなど北海道や札幌市が交流を進めている北方県諸都市への近距離国際線の就航を目指すとし、社名に国際の名を入れた。この時点では北海道経済連合会、経営者協会などの 各団体や北海道電力などの大手企業を、はじめとする道内経済界は、この構想に会議的な立場だった。また、旅行会社の HIS、HIS も、規制緩和をビジネスチャンスと捉え新規参入を目指しており、現、スカイマーク、スカイ、アド設立2日前の1996年11月12日に、設立浜原動きとの合流もしくは共同関係を、 模索していたが、利益が中央に流れる本州資本ではなく、あくまでも同民主導による内発的な会社によって運営されることで利益が地元に還流される構造と、それによる地域振興を目指す立場のため、これに合流しなかった。その後も地道に支援を取り付ける活動を進め、やがて1996年12月のり別市議会をはじめ、 1997年7月には、北海道議会、最終的に、北海道うちの8割を超える自治体から支援決議を受けたほか、趣旨に賛同する個人や自治体、道内企業から多くの趣旨や融資を得た。1997年5月に、元、バージン、アトランティック航空日本支社長の中村明を代表取締役社長に迎え、 1998年7月には公募により愛称をエアドゥ、エアドゥに決定。1998年6月には定期航空運送事業の路線免許を運輸省に申請、受理され、1号機が納入された。1998年7月、中村が会長に、浜田が社長に就任した。1998年10月26日に、 路線免許が交付され、同年11月から予約受付を開始した。就航事件の株主構成は、筆頭順に、強制ラレー系、森田秀夫の投資会社、北海道国際航空支援持ち株会、東京海上火災保険の順であった。一株革命50万円であり、一般法人や個人からの出資も存在していた。北海道国際航空支援持ち株会は、 浜田と関わりのあるベンチャー企業、札幌デジタルラボラトリーの社長、当時が代表をめる持ち株会であり、個人、法人から一口5万円単位で出資を募り、拠出資金から株式購入を行い支援していた。道内の自治体や地元金融機関は、運転資金や設備投資費用、航空機導入費用名目のトールで資金供給していた。 1999年以降の増資では京セラが主だって引き受けに応じていたが、次第に道内自治体や北海道電力などの出資額が大きくなった。1998年12月20日、新千歳空港羽田空港間に第一便が就航した。全室の大手3社の普通運賃、当時は片道約2万5千円、後に、 割引運賃の拡充を理由に3万5千円台まで値上げしているの半額を目指ていたが事業基盤が弱く大手の6から7割程度の運賃でスタートした初期投資を抑えるため機材はリースで調達し整備や羽田空港でのグランドハンドリング業務は JAL に委託航空券、搭乗券は日本国内では1980年代前半まで使われていた シール調布によるアナログな方法を採用し、ボーディングブリッジは、不使用、施設利用量の安い駐機場まで、ランプバスで移動、タラップ車で登場、後期、坂、ドリンクやオーディオ放送などの機内サービスのほとんどを、省くなど、低価格運賃実現のため徹底したコスト削減を、図った。就航直後は、テレビの情報番組や新聞で報道され、 その話題性から登場率で一時優位に立ったが、翌1999年春に入ると早くも大手3社が、事前購入割引運賃で、同程度の価格まで引き下げて対抗した。その先陣を切ったのが、皮肉にも、アドエ、人材や羽田空港の設備、整備などを提供していた JAL であったあ。就航当初の座席管理システム、CRS は簡易的なもので、 受付チャンネルも搭乗者が予約センターへ電話して予約を行った上で空港カウンターで決済、搭乗券を受け取るか、札幌本社と東京、浜松町の事務所か空港のカウンターへ直接、赴いて手続きする手段しかないなど脆弱なものであった。販売提携する旅行代理店は JTB の直営店舗と北海道旅客鉄道 JR 北海道の旅行窓口、 ツインクルプラザ JR 北海道プラザ含む東日本旅客鉄道 JR 東日本のビュープラザのみであった。さらに JTB などの大手旅行会社が販売するパッケージツアーにはほぼ組み込まれず、個人の自由旅行、帰省や出張用途の利用客に限られたほか、運賃の安さに惹かれて、 予約窓口に殺到した大量電話をさばききれず、チャンスロスが発生したこと、マイレージサービスの非実施で、リピーターの獲得が難しかったこと、運行本数の少なさなど、マーケティング面での様々な要因が影響し、1999年の登場率は40から60%程度と低迷した。就航前の期待リース料や JAL に支払っていた。 整備委託費などのコスト負担が解消しきれないなど、なかなか軌道に乗せることができなかった。2000年7月にカリスマ的存在だった浜田が休止して、以降、運輸省、政府会計へ支払う、空港着陸料の滞納、給与の支配など深刻な経営状況が明るみになり、このままでは2001年初にも、債務超過を陥ることが避けられない事態となった。そのため、 公認の社長候補であった当時の日本アジア航空 JA 役員が社長就任を誇示したためそのポストに北海道庁が幹部職員を送り込んだほか同年秋には北海道が巨額の公的資金税金の投入により追加の融資出資に応じ北海道電力など同内大手企業も出資に応じたしかし立ち上げ当初に主力となった JAL からの出航 転石組が去り、経営部門の役員と従業員が運輸省や、中央政界とのパイプを持たない、航空業界未経験者の面々で固まったため、経営はさらに迷走。新千歳羽田線は、アドの就航後幾度となく運賃が値上げされた上、新千歳以外の道内路線就航もなかったために、道内各所の求心力が低下した。2000年12月には、 1999年4月以降完全禁煙化されていた日本の航空会社で唯一喫煙席を機内後部に設定し集客に奔走するという希釈に出たがわずか2ヶ月弱の2001年1月末には廃止するなど層を深めていった2001年9月11日のアメリカ同時多発テロにより航空機利用を控える世界的な航空不況が健在化するととも その影響を大きく受け、乗客減と航空保険料の大幅値上げにより、資金繰りが逼迫。北海道庁へ求めた追加融資が北海道議会に拒否され、航空機リース会社とのリース料減額交渉の不発も重なり、2002年6月に債務超過に陥ったことから、自力再建を断念し、民事再生手続きを開始した。民事再生方針成後 ANA が再生スポンサーとして名乗りを上げ2003年2月1日より整備・販売システム提供を支援するなど包括提携契約を結んだ。このため航空券の座席予約システム CRS も ANA のものを使用するように変更したため搭乗券の控えなども ANA を利用した際と同じ様式ものが発見される。さらに 全ての便を ANA との共同運行便、コードシェア便にすることで、一定の座席販売、当初は全座席の50%、2011年時点では25%、お肩代わりしてもらうことで、搭乗率向上を図った。再生計画の進捗により全額減資し、新たに日本政策投資銀行が蘇生する特命組合ファンドが、ANA や石屋製菓、 北海道新聞社などから出資を募っている。ANA からボーイング767から200型機をリースし、2003年9月1日に旭川空港羽田空港線を開設したボーイング767から200は2004年にリース期間満了。その後、新たにエアー日本、アンクからボーイング737から400型機や、 ANA からボーイング767から300型機をリースし、2005年3月18日に、函館空港羽田空港線を開設した。ANA の支援もあり、搭乗率が良好な数値で推移したことから、当初2006年までの予定だった民事再生計画を1年前倒し、2005年3月に再生を終了した。また、2008年9月19日には、 特命組合ファンドは解散し、ファンドの出資比率に応じて株式が配分されたため、日本政策投資銀行が筆頭株主となったが、今後、日本政策投資銀行は株式保有比率を引き下げていく予定である。なお、羽田空港の新規航空会社向け優先発着枠が、アドを介して、コードシェア先の ANA にも実質的に付与される形になることから、 スカイなどから実質的に ANA の参加にある後に他の新航空会社と同様の数の新規航空会社向け優先枠を与えることはおかしいとの批判を受けている。同じ1998年に運航を開始した同業のスカイマーク、スカイ2006年9月までの社名はスカイマークエアラインズは大手よりも弾力性のある競合優位の運賃設定と設立母体。 HIS 側の営業ノウハウや沢田秀夫ら、経営人のアイデアを取り入れ、比較的堅調に、ローコスト経営を続け、就航後周年を前に破綻に至ったアドとは、対照的であった。創業時点で、HIS 代表の沢田秀夫側との接触があった、ほか、前室、民事再生中にその参加であるスカイから、経営統合の提案もあった。しかし、あくまで、 北海道の翼を目指すアドと徹底した低価格路線を突き進むスカイの経営理念とが大きく異なることからこれを拒否した。その結果、スカイは2006年4月に単独で新地都政、羽田線に参入する方策を選び、真っ向から対立することになった。日本で初めて新規航空会社同士が同一路線で競合することから、JAL、ANA を含む4社による 価格競争の激化が注目された。スカイ就航当初は道内での認知度に大きく差があった上に、スカイに運航トラブルや機体整備不良等の不祥事が発覚したため、スカイの登場率は伸び悩んだ反面、アドの登場率は従前とほぼ同水準を保っていたが、スカイの知名度が徐々に高まったこと、トラブルの影響が少なくなったこと、 結構時の対応を改善したことなどにより、2007年3月分の新千歳羽田線の登場率では首位をスカイに奪われた。以後、スカイとは激しい登場率競争が繰り広げられている。さらに、スカイは2008年4月に旭川羽田線にも就航、2011年10月30日から成田国際空港発着に変更しており、アドにとって 最大のライバルという見方が多い。価格、登場率競争の一方で、事業拡大、改善にも力を入れている。ANA が運行していた、北海道内各地発着のローカル路線を、実質的に譲り受ける形での路線開設名目上は、アドの新規就航に注力ており、2008年11月より、新千歳仙台線、2009年4月より、新潟線、 同年11月には、福島、富山、小松線と、東北、北陸への路線を相次いで開設した。2010年10月の羽田空港発議枠、拡大時には、アドには新たに4往復分、うち1往復分は新千歳線への重等付加の発着枠が与えられ、残る3往復分の発着枠を使用して、帯広線を2011年3月27日より、設置した。 2013年3月31日には CAT5 未対応でクシロビンに2往復で開設した。2008年11月12日には就航開始からの総利用者数が1、0000 000人を突破するとともに、同年12月20日に就航10周年を迎え各種キャンペーンが実施された。また、この節目に合わせて2009年4月より、 制服のリニューアルや、ベアード特別塗装機の導入が行われた。2010年12月に発表された中期、経営戦略によると、2013年度までに、最大15機体制とし、新千歳空港発着の新規路線就航、国内、国際チャーター便就航などの検討が記されている。この一環及び使用中のボーイング737から500の後継機種として、 ボーイング737から700を2012年秋から2014年にかけて9機導入することを2011年5月に発表し2012年10月28日より運航を開始した。また、機体塗装は新デザインとなる。2011年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震、東日本大震災の影響で就航地である。 仙台空港が3週間余り閉鎖された。これに伴う代替手段及び交通インフラの提供として、未就航地である山形から新千歳線を臨時便扱いで一時的に運行するとともに、仙台空港の機能一部回復に合わせて臨時便扱いで仙台空港との路線も再開した。2012年10月1日には、社名、称号、 北海道国際航空株式会社から株式会社エルデュー英語社名を北海道インターナショナルエラインズ COLTD からエルデュー COLTD にそれぞれ変更したチャーター便の運航についてはかねてから検討されていた工術が2012年11月23日に初めて運航された j t、B、北海道の主催旅行として企画され 往路は、帯広空港から、長崎空港へ、袋は、同月25日に逆方向へ運行している。2013年3月には新千歳岡山線、同年6月には新千歳神戸線が就航し、定期路線での西日本進出を果たした。2014年11月下旬には新千歳、台北間で同社発の国際チャーター便が運行された。 2015年10月より初就航となる愛知県名古屋中部国際空港線及び広島県広島空港線に定期路線を開設し中部国際空港には従前 ANA が運航していた函館名古屋線を実質的に移管する形でこうした2017年に策定された2017から2019年度中期 経営戦略に将来的な国際線就航に向けた国際線チャーター便の運航と2019年度の国内線新規路線就航2018年度中のボーイング767の直中型後継機の定めを盛り込んだこれまで自社保有機材はなくすべてリース機であったが2010年5月にリース中の1機を購入新規航空会社では 初の機材の自社保有に踏み切った。ただし、民生法適用以降は、支援企業、ANA の影響を受け、ANA 中国機材をリース導入することが多くなっている。また同社は、JAL や ANA などの大手以外の国内航空会社としては唯一、ワイドボディ機を保有している航空会社でもある。2016年10月現在、1999年から、 経営破綻前までは、スカイの機体広告ペイントに習い、NTT ドコモ、ジャラン、カルビーなどの CI ロゴが、上部中央から後部にかけてペイントされた機材も存在した。蒸気以外に、2018年度までの中期、経営戦略によって計画。2018年現在、全便が、アド機材、乗務員を用いた、全日本空輸、ANA との共同運航便。 普通運賃は ANA や JAL と比較して、羽田北海道路線で5000の7000円程度、新千歳東北、北陸路線では1000円程度安く設定されていることが多い。2016年現在、内容の高を別にすれば、大手2社 ANAJAL とほぼ同等のサービスを実施している。また、北海道にゆかりのある内容を随所に取り入れており、 他者との差別化を図っている。就航開始当初は広告にマイレージやりません。とあったようにマイレージサービスには否定的だったが2016年時点では以下のサービスが行われている。2007年12月10日から開始された開園制のインターネットサービス2012年3月15日より口述のドゥーマイルを貯めるには マイエルーへの登録が必須となっている。2015年3月末時点の会員数は約47万6千人。アドのマイレージサービス。2012年3月15日より、行かないようとなっている。2012年3月15日以前は、航空券購入金額に関かかわらず1回の登場に月1ポイントが付与され、 マイ・エルデュー会員は8ポイント、マイ・エルデュー会員以外は、同一人名義の登場券10枚を郵送することで、片道分の無料航空券、現在の特典航空券引き解消、90日間有効、と交換することが可能であった。従前のマイ・エルデューポイントは1ポイントあたり、新制度の200ポイントに換算され、引き継がれてい、1998年12月の就航以来、 国土交通省運輸安全委員会、旧航空、鉄道事故調査委員会から重大インシデント以上に指定された事故、トラブルは一件も起こしていない。これを実現しているのは同時期に就航開始した航空会社の中では、アドだけである。その他、2006年8月には指定本舗航空運送事業者の指定を受け、2007年3月には航空法に0条に基づく。 航空機整備に関する事業上の認定を受ける等安全に対して積極的に取り組む姿勢も伺える。なお、いずれの認定も新規航空会社の中で初めてである。また、新卒採用や副操縦士採用、大手会社の事業用操縦士、自家用操縦士募集コースに相当を行い、将来の経営中枢を担う人材の育成にも積極的に取り組んでいる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。